先にですね、当沖縄フォーラムの、紹介動画、8分ほどでございますが、上映をいたしました後に、中村悟より、緊急報告がございます。よろしくお願いいたします。全国47都道府県、北海道から鹿児島まで、すべての県から沖縄戦に参戦をして、戦っております。一番、戦死をした人数の多い県、これは沖縄から最も遠い北海道、1万人以上が、亡くなっております。沖縄戦は日本民族にとって建国以来最大の本土決戦であったと、国体を守り皇室を守った戦いであったということです。その沖縄が戦後米軍統治下に置かれましたけれども、7年後には日本がサンフランシスコ講和条約で独立を果たした。その後も願い叶わず、沖縄は引き続きその後20年米軍統治下に置かれました。この沖縄が復帰をするにあたりまして、沖縄県民の祖国日本に復帰をしたいという熱い情熱と、当時の日本政府の政治家も命を懸けて沖縄の返還交渉に当たりました。その志の動機になったものは、それは実は沖縄戦の英霊の志であると、有名なものに太田稔中将の決別伝聞、沖縄県民各戦いるという伝聞がありますけれども、この伝聞を果たしたのは沖縄戦で戦った英霊たちでありますし、この伝聞を見た戦後の政治家、沖縄政策にあたってのこれは目標的な考えだということで、沖縄返還交渉に尽力を尽くされた結果、戦争で失った領土を戦わずに外交交渉でもう一度取り返すと、もう一度日本民族が一体になるということを実現をしたわけであります。沖縄を統治した米軍は、沖縄県民は日本軍の被害者であると、本来は一丸となって米軍と戦ったんですけれども、なぜか沖縄県民は被害者、日本軍は加害者という、日本民族を分断をする思想工作を行ったわけであります。この分断の工作は中国共産党にそのまま引き継がれて、沖縄は日本軍の被害者であると、朝鮮中国と同じように日本軍の被害者であると、琉球処分の時に滅ぼされた少数民族であるというようなことを、プロパガンダを発信し始めております。これは結局沖縄の歴史、これが反日勢力に乗っ取られ、そしてマスコミも乗っ取られ、教育も乗っ取られているという
というのはこのような現状であります。本来は日本民族を挙げてお祝いをするべき沖縄県祖国復帰の記念日を、日米両政府によって米軍基地を押し付けられた第二の琉球処分であるというような報道の仕方をして、沖縄県民に日本を恨むような、日本の被害者というような、そういうような報道を繰り返し繰り返し行われております。そして翁長知事が誕生した今、沖縄県庁そのものが日本革命闘争の基地と、翁長知事が中国共産党の操り人形であるかのように動いているように見えます。この沖縄の米軍基地問題、その後ろには中国共産党の琉球独立工作、これが存在をしております。実際に2013年5月、中国共産党の人民日報のインターネットサイトでは、中国は沖縄の帰属問題を3段階で指導できるという記事を掲載をしております。実際に琉球は日本のものではないと、日本には琉球の主権はないというようなことを中国が発言をする国際環境を着々と整えて、日本はそれに気がつかずに無防備な状態が続いております。民族とは歴史と使命を共有した運命共同体であるということです。沖縄だけが中国に侵略をされて日本が破天荒をするということもないし、その逆もないですし、発展するのも一緒、滅びるのも一緒、中国の植民地になるのも一緒だと。沖縄戦の歴史、沖縄県祖国復帰の歴史、これは同じ民族の自分たちの歴史であると。この歴史の共有、これこそが沖縄問題を解決する一番重要なことだと思っております。この度、一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラムを設立いたしました。沖縄の歴史戦はこれから祖国防衛の最前線となってまいります。これに取り組む団体は、現時点では私どもの一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラムしかありません。この沖縄の歴史戦に勝利をした時、その時に沖縄県の祖国復帰が完成をし、もう一度団結した日本に生まれ変わるということになります。この沖縄の歴史戦は沖縄の県民だけが参加をするものではなく、日本国民全員が参加をして、民族一丸となって戦う戦いだと思っております。ぜひこの動画をご覧の皆様も迷うことなく、共に歴史戦に参加をして新しい日本を作ってまいりましょう。ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。